天下を奪い返すのか。北町奉行所に火をつけてください。猫がやろうが策決めない。北町奉行所
調子が燃え上がるのは結婚の合図です。商売人がお前を巻き刺して下町奉行所に宿してくる。男なんて早さね、お城に入って偉い人になっちまうんじゃないのかね。いいえ、私は偉い人なんかになりません。ふるさとの岡山に帰って浮田の娘に戻りなきゃ。大変さん、一緒に来てくれますか。どうした。ゾチ、ちょっと聞きたいことがあるんだ。お待ちしてくれますか。フリーザに会いに毎日来てるんだから、会えずに困ってるんだ。何かあったんですか。では始まります。何かあったんですか。キャプテン、まさか正体が漏れたんじゃ。知られてもしかねえな。おい、虫に行くよ。命がけだ。